ウェイクアップ、ガールズ、ウェイクアップ、ガールズ、ウェイクアップ、ガールズは女性声優7人による日本の声優ユニット。略称、ワグ。所属レーベルは、ライブ2エンターテインメント。新作アニメーション作品、ウェイクアップ、ガールズのメインキャラクターと主題歌を担当する声優アーティストを発掘するために2012年から2013年に、 かけて開催された ABEX81 プロデュースウェイクアップガールズオーディション第2回アニソンボーカルオーディションの合格者7人により2013年に結成される。以降、アイドル的な声優ユニットとして活動した。また、それぞれが個別で声優としても活動している。2014年1月10日に劇場用アニメウェイクアップガールズ、 7人のアイドルが公開され、同日に、それに続く内容のテレビアニメ、ウェイクアップ、ガールズの放送が始まり、7人は声優としてデビューする。そして、テレビシリーズ主題歌である、7Girls w a l ことのはおばが2014年2月26日に発売され、CD デビューする。2015年には続編の、ウェイクアップ、 ガールズ、青春の影と、ウェイクアップ、ガールズ、ビヨンドザ・ボトムの2本の劇場用アニメが公開され、メインキャストとして、出演、主題歌を担当した。2014年からは、ウェイクアップ、ガールズ、単独で毎年夏には、全国ツアーを、年末には、ウェイクアップ、ガールズ、フェスタ、といった、大規模、ライブ、イベントを開催。また、アナメイロサマーライブ、 アナマックスミューザックスなどのライブイベント、街遊びなどのアーティストや作品が集う多くのイベントにも出演する。2015年3月6日には東日本大震災の復興応援活動を評価され、どの賞にも当てはまらないが、表彰すべき特別な活動をされた声優、作品、活動等に対して贈られる声優アワードの特別賞を受賞。各種企業、 団体等のキャンペーンにも起用されたこともあり、2015年5月20日には、宮城県中華飲食生活衛生同業組合より、仙台麻婆焼きそば PR 大使を移植。2016年6月1日からは、みゆき聖とのタイアップによる WebCM への出演。2016年9月3日からは、東北イオンの CM に起用されるなどしている。ナレーションや出演するだけでなく、 イオンの CM やミユキ聖火の CM では、ウェイクアップ・ガールズの歌う曲がタイアップとして使用された。声優としてだけでなく、2017年1月29日には、このユニットが結成されるきっかけとなったアニメ、ウェイクアップ・ガールズ、7人のアイドルを舞台化した舞台、ウェイクアップ・ガールズ・アオバの記録において、自身が演じたキャラクターの役を演じる俳優として、 ステージに立った。2018年には舞台の続編、ウェイクアップ、ガールズ、アオバの奇跡にも出演した。2016年に放送されたテレビアニメ、灼熱の卓球娘のエンディングテーマ、2017年のテレビアニメ、恋愛暴君のオープニングテーマなど、結成のもとになったアニメ、ウェイクアップ、ガールズ以外の作品でのタイアップにも活動を広げた。 2017年10月には、テレビアニメ、ウェイクアップ、ガールズ、新章が放映され、前作に引き続き、メインキャストと主題歌を担当した。2018年6月15日に、5年という歳月の中で、様々な活動を通じ、これからメンバーそれぞれが目指す夢を描いたとき、メンバー、運営スタッフとで何度も話し合った結果、個々の道を歩んでいくことが、 さらなる成長につながると考え、ユニットの解散という結論に至りましたと2019年3月でユニットを解散することが発表された。ユニットは解散するが、プロジェクトとしてのウェイクアップガールズは今後も展開し、その声優活動も引き続き行うとしている。2019年3月8日、埼玉スーパーアリーナでラストライブウェイクアップガールズ。 ファイナルライブ思い出のパレードを開催し解散。6年の活動に幕を閉じた。メンバー個人の活動は各個人の記事を参照。はインターネット配信。ありがとうございます。